それぞれと空気性して価値観階段を勝ち合って、都合悪くなれば今度は人は皆道路転って言うんだ。それじゃちゃんと教科書でも作りちゃんと適したよ。人のあるべき生き方とか記憶からし誕生関係、そうさ僕ら寂しいって言葉吐いては分かり合えたふりしてるだけで、本当は満たされることをあえて勘違いして何も分かっちゃいないな。ダメだったんだ人類は、それは通り通り手遅れで、どうなったって本能は都合よく波長合わせていく。汚れちゃった感情に心はもう疑似のようで、求め合いの惨状にもう汚い触らないで。悲しい話さっきからも語りっぱなしというつもり、茶化し怪我し飽きたらもう笑い話なんておかしい。形ばかり気にしすぎてまさに叩き見てるみたい、かなりヤバい頭の中もたらりたらりクッパパラパ。そうさ僕らいつもよく毒されては、手に入れてはすぐに飽きて放り出せた、そしてまた次のおもちゃを見つけにんだ、君しかいないんだ。やっぱそんなもんじゃんか、所詮人間なんて意固地儀で、僕らだってそうなんだ、汚い色に染まってくんだ。冷め切ったみたいなんだ、偽善なんてもう見たくないし、だからいっそ泣いたってほらもう近づかないでよ。希望を抱いて記憶正しく前を向いて待って、そんなにしないでなんて言う人もいなくて、泣いてもがいてベースを書いて、こんな思いは何回目、嫌い好きすぎても何もかも見たくないな。ダメだったんだ人類は、それはとりとり手遅れで、エゴばっかの世界なんて息を吸うのだってこんなんで、誰だってわかってんだ、自分勝手だって価値なんて、だから口塞いじゃってもう知らないじゃねバイバイ。
紛失しておりますが。